人間は変われるのか。精神科医カバサー塩のカバチャンネル、今日は伊豆高原断食道場安田木の里からお届けしています。断食の方も今日でなんと6日目になりまして、かなりカバサーも元気になってきました。あと結構顔痩せもしてきたんじゃないかなと思いますね。今までの動画と比べていかがでしょうかという形でちょっと元気にねお伝えしたいと思います。今日は質問いただきました。カバサーさんは精神力がつきましたか。かなり漠然とした質問になってますけども、精神力とか例えばメンタルが弱いとかね、メンタルが強いっていうふうに言われますけど、最近は強い弱いというよりはレジリエンス力というしなやかさ、心のしなやかさというふうに考えた方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもするんですが、人間は変えられるかどうかっていう話をちょっとしたいと思うんですけど、私の動画とかでは他人を変えることはできませんとか、自分はそう簡単に性格を変えることはできませんというふうに言ってるけども、10年かければ変わりますね。私の56年間生きてきた経験から言うと、10年ぐらいすると結構いろんな部分が変わっています。それはコツコツとした努力をするとね。例えば私も高校生の頃とかって人とはあんま話さなかった、私どっちかっていうとコミュ障っていうかみたいな感じで、今で言う時のコミュ障的な感じなんじゃないか、変なやつみたいな感じで、クラスには友達がいなかったんだけど、映画研究会とか無線部っていうのに入ってまして、そこの友達は結構いて、マニアックな仲間はいるんですけども、普通の人と友達になるのは得意ではなかったですね。だけど今は結構普通な人間として、こうやって会話も流暢に話すし、人前でもいろいろ話すと何のプレッシャーもないわけだから、まあ、そういうものはある種克服してるっていうんだけど、じゃあそれ克服するのに何年かかってんだと、30年ぐらいかかってるじゃないですかね、多分ね。で、 YouTube をやるようになってからこういう風にペラ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 ですね、喋るわけですね。っていうことを練習していくと喋れるようになってきます。じゃあ YouTube 何年やってんだって言ったら、8年もやってるんです。実はかれこれ2014年からやってますから。なので皆様よく内向的なものを外向的に変えたいっていう風に言うけども、3ヶ月半年ではそんなには変わらないわけですから、本当に10年間努力したら変わりますよっていうことを今日は言いたいですね。いつも動画ではそう簡単には変わらないので、あんま変えようとしない方がいいですよって話をしてるんですけど、本当に変えたいのであればコツコツやっていくと、5年10年ではかなり自分の思うような人間に変われます。なので小さい努力っていうのをコツコツねやっていくっていうねことを、ぜひ皆さんも勇気を持っていいんじゃないかなというふうに思います。精神力っていうのかな、例えばなんかメンタルが弱いのを強くしたいっていうのもすごく多いんだけども、恐怖症を克服したいっていうのもあるんだけど、恐怖症が克服したい場合は、例えば高所恐怖症が克服したい場合は、少しずつ高いところに登って慣れるしかないんですよ。だから最初は50センチ、次は1メートル、次は2メートル、脚立みたいのに少しずつ高く登ってって恐怖が出ないようにっていう、結局慣れていくしかないんですよ。話し方が下手な人も話をしていくしかないんですよ。ってことは自分の苦手なことをやっていかなきゃいけないので、ものすごく辛いんですけども、どうしても変えたいならそういう方法もあります。だけどなかなかやりきれる人はいないけどね。だから精神力っていうのはそういう風にやっていくことによってついていくんですね。何もしないとつくはずがないです。でも無理しないで、いきなりみんな無理な領域に行く。とにかく最近私が言ってることは、皆さん目標が高すぎる、本当に高すぎる。もっと目標を小さくして、皆さんが思ってる目標の10分の1にしてやってほしい。例えば体重5キロ痩せたいとするならば、 0.5キロ、 500g を1ヶ月で痩せるって目標にしてください。そうすると結構頑張ればできると思うんです。 500g ぐらい、まあ、体重の変動だけで 1,2 キロあったりしますけども、1ヶ月 500g だったらできそうでしょ皆さん。今のが一番いい例ですけども、目標を小さくしてやっていくと長く続くので、精神力っていうのは少しずつそういう負荷をかけていく。筋トレと同じですね。筋トレも私もやりますけども、いやなんでこんな辛いこと俺しなきゃいけないんだよっていうぐらいギリギリのやつをスクワットとかでね上げていくわけです。なんで俺こんな辛いことしてんだろうっていう、ギリギリを攻めて、辛さがないと人間って成長しないんですよ。だからみんな辛いです、苦しいですっていうふうによくおっしゃるんだけど、辛い苦しいっていうのはあなたが成長してる瞬間なんです。だからそんなに悪いことではありません。そこを乗り越えた時にドーンと成長するのね。そこでポキッと折れちゃうと逆に弱くなっちゃって、自分はなんてダメな人間だってなっちゃうけど、辛い苦しいって言ってくときを乗り越えた時に人間はドカーンと成長するので、今辛い苦しいっていうところにいる人は大成長する前兆である。そこを乗り越えるともう一気にドーンといく、こう曲線でいうとこのシンギュラリティっていう変異点バーンってこうね、なかなか増えない増えない増えない、ビューンって増えるって、この前兆のところにいるんです、辛い苦しいっていう人はね。そこを乗り越えることが精神力というか心の強さですよね。だからそれは乗り越えることによってしかつかないので、皆さん逃げるんです、すぐ。ほとんどの人はよくあるのが、例えば会社とかでも、お前ちょっとこういう新しいやつをやってくれよって言ったら、いやちょっと私には無理なんでって言って逃げたりね。あるいは海外の支店長にならないかって言ったら、いや海外勤務はちょっとって言って昇進なのに断る人とかが結構いるっ
ていうのを私の経営者の友人からね結構聞いたりします。だからちょっと自分には無理、ちょいむずって私よく言うんだけど、ちょっと自分には難しいっていうのはいいんですよ。やった方がみんなそこから逃げるんですね。だからちょいむずに挑戦するとドーパミンが出てどんどん自己成長がして、結局メンタル力とか精神力も強まっていくので、ちょっと難しいっていうことに挑戦してほしいです。あと今は無理ってことにも、今の自分では無理なので、例えば何かプロジェクトのリーダーになってくれっていう風に言われた時、いや今の自分では無理ですって言うんだけど、今の自分では無理でも、例えばそのプロジェクトが3ヶ月のプロジェクトだとしたら、3ヶ月後の自分ができるようになってればいいんですね。だから3ヶ月で成長してできるように変化すればいいんですよ。そういう発想では多分ほとんどの人はないと思うんだけど、今の自分には無理でも3ヶ月後の自分が達成できるように3ヶ月で急成長していけばいいので、実際何かそういう会社の仕事のプロジェクトとかを通して人っていうのはものすごく成長しますよね。だって一生懸命頑張らないと大変なことになるんだから、そこで一生懸命頑張って自分の限界点を超えて成長していくんですね。そういうことで人間っていうのは成長するし、精神力も役立つということですね。ということで人間は関われるのかって話なんだけども、そういうふうにちょっとしたやっぱ壁とか辛いとか苦しいを乗り越えていく人は変われます。逆にそこで無理です、ちょっとその仕事は私は無理です、できません、遠慮しておきますみたいなことを言う人は多いですけど、そういう人は成長できないし精神力も鍛えられないし、逆に言っても今と横並びの今ぐらいの人生でいいっていうふうに思ってる人はそれで私は無理する必要はないと思いますけども、多くの人はもっと今よりも給料も増えたいし、もっといろいろなことをやりたいし、自分の可能性を増やしたいというふうに思ってるじゃないかなと思うので、そういう人はそういうちょいむずに挑戦してほしいし、遊びで挑戦するのが一番簡単なので、やったことない趣味をやるみたいなね、例えば今断食だけど断食をやってみるみたいなね、そんなことから始めていくと、そういう挑戦力と精神力っていうのが養われるし、結果としていろんなことに恐れないでやっていく力になっていきますので、皆さんの最終的に5年10年経った時に自分の昔と比べると、ああ随分自分も成長したなってなれると思うんです。そういうことで人間は変われるのかっていうと、短期間では変われないけども、コツコツやってると変われるということで、コツコツやっていく人が変われる人じゃないかなと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント、ダウンロードはコメント欄のリンクから。